とっておきメモ、パリオリンピック、五輪、セーリング、8日、混合470球最終レース、マルセイユ・マリーナ。混合470球は、岡田圭司、28イコールトヨタ自動車東日本、吉岡美穂、33イコールベネッセ、組が銀メダルを獲得した。8レースを終えて3位を保ち、上位10艇で争うメダルレースに進出。 メダルレースは3位に入って銀メダルを確定させた。1996年アトランタ大会の女子銀メダルの重由美子、木下アリーシア組、2004年アテネ大会男子銅メダルの関一人、轟健次郎組以来、日本勢では20年ぶりのメダルの快挙となった。吉岡は177センチの長身を生かしてきた。ヨットに出会ったのは兵庫県立芦屋か 当時顧問を務めた本田義和さん、70、には、こんな大きな子、使い物にならんよ、という声も届いた。当時の高校は主に470級より小さな FJ 級。部員に減量を課す学校もあったという。本田さんは、体重は増やせるけれど、身長は伸ばせない。それを生かしたら、この後、もっといろいろな船があるからねと吉岡へ伝え、見守ってきた。 平日は芦屋市の南にある県立海洋体育館に向かった。1時間かけて組み立て、午後5時から練習の日々だった。自宅があった川西市から電車を2度乗り換えて通う日々。黙々と取り組む姿に根性があると感心し、ヨットは海が教えてくれる。コーチが教えても、そのレベル止まりと自主性に委ねた。大学進学時も立命大の監督が、 面白そうやねと長身を前向きに捉えてくれた。何度もキロに立ちながら、セーリングと向き合い続けた先にメダルア